嫌な予感がしていた。なぜ彼らが残り俺を先に進ませたのか。その意味に気づき、戻った時にはもう。もし、もう一度があるのなら。過去へ戻る。女性かぐやが示した驚くべき力。到底信じられるものではない。だが、馬長はそれを受け入れた。かつて馬長は仲間と共に妖者に滅ぼされた蜀を脱出していた。しかし医療に至ったところで妖魔の襲撃を受けてしまう。そして仲間にかばわれ、ただ一人生き延びたのだった。今度こそ皆で生き延びる。馬長の思いがカンギャの神秘の力を受け、時を飛ぶ。彼らは時を超え、ここは医療戻ったのか。さようにございます。ここは馬長様の過去でございます。ならばなすべきは一つ。いざ。戦、見るがいい。若を先に落ちたよ。この家で生き延びられるかわからないか。はいやー、これを生かすため犠牲になるなど許さん。なるかん。必ず助けるぞ馬隊。微力ながら私もお手伝いいたします。俺のことないですよ。あらや、せーふん、あらや、常変わらぬお見事な武勇。あの口に見入られておりましょう。ほらよ、はいはいはい、我が武田騎馬隊よ、とどめよ。西洋の武者どもに陰謀を渡せ。よし、参上。武田軍が丸々操られてるってこと？これは厳しいよ。まだ増援に来る将がおったか。よい、我が操り人形に通させよ。よい、敵を抹殺します。はいやー、なるかん。はいはい、馬王騎参上。私攻める。この血の術が溶けたか。受けてみよう。まだ使いこなせておらんか。はいやー、法令めご助力いたす。俺の番だな。こりゃまた意外な援軍だね。本徳殿はもう敵だと思ってたよ。
か。知れたこと。我ら星稜の部が結束すれば何者にも負けはしないからだ。しかり、まあこういうノリも嫌いじゃないよ。俺の覚悟が台無しだよ。いらぬ覚悟だ。俺たちは共に生き延びるのだからな。若たちのおかげでこっちはもう大丈夫。それよりも大盛りを何とかしないと。はいはいはい、一人で食い止めてる甲冑殿が危ないよ。あれや、セーフに。あなたはいい目標になりそうですよ。これからの俺の活躍も見てくださいね。命は粗末にできん。撤退じゃ。テイク。雨土に見入られておりましょう。甲冑殿、ついに風のために自ら門を閉ざしたのか。それ引き当てろ。ここまでか。未来は若者に託そうぜ。はっ、ついはいやー。甲冑殿、あれ
貴様の手に友情を戦わせてはじめしまっておれよ。戻れ雪村。ある折りぬか。一応打ち取ったぜ。やりよる。じゃが所詮は悪あがき。滅びは避けられぬ定めゆえに。よし、お疲れさん。俺たちを助けてくれた若は俺たちが守った若で、でもその時の俺たちは死んでいて。ああ、コウさん、わけがわからないよ。いかなる方法であれ我らは救われた。感謝いたす。これよりはそれがしも共に戦おう。忍びが術にかかるとは面目ない。がっつり働きますんで、お許しを。本当に過去に戻れるとはね。このまま幼女の出現前まで戻っちゃおうよ。そうすれば。それは叶いませぬ。過去へ戻るには今ここにあり、かつその時にも存在した方、その方の過去と今を結ぶ存在の縁をたどる必要がございます。これは細い糸をよすがに大河を渡るがごとくの行為ですが、かの幼女の出現という現象は世界を乱し、時の川に荒波を生んでおります。縁の糸はその波を貫くこと叶いませぬ。前回の同胞が幼者倒滅の方策を探っておりますれば、今は救える方々をお救い申し上げ、お味方を増やされますよう。幼者の出現は阻止できないのか。それならかぐやさんの言う通り仲間を増やしていくのが良さそうだね。そうすると小田原城の確保が優先かな。戦略上の拠点にできるし、仲間にできる人もたくさんいそうだし。でも俺たちが知ってる歴史だと妖魔に包囲されて陥落しちゃうんだよね。小田原城の陥落を防ぐには俺と芝生さんも過去に戻らないとかな。で、芝生さんは上田城、俺は道庫を守る。馬城さんにも動いてもらおう。そうすると敵の目は分散するでしょ。その隙に小田原城をいただきってね。前の歴史だとまともに救援しようとして失敗したんだよね。なんでこんな感じでよろしく。文句なしの戦果だ。やる。お見事にございます。